百度、東揚げは、琉球王朝の王女。百獣東揚げとも表記される。第一直し王党第六代国王、正安久の長女。母は妃であった、五三丸の娘であり、百度、東揚げは、五三丸の外孫にあたる。また、五三丸は、亡き神城を拠点とした北山王、若川王子の流れを組む、伊波寺三世の次男であり、百度、東揚げの父。 小安久の母は、五三丸の祖,祖父、イハージ一世の長女、マナベキンであり、いずれも、遠籍関係にある。はじめかつれんのアジである天割にとにいだ。1458年、アマワリは五三丸に範囲があることを王府に知らせ、王命を受けて、これを追悼した。しかし、天割自身が、王府に大使無本を企てており、首里を攻める準備を進めていた。 これを知った百度、唐上げは父、安久王へ知らせるために、鬼大将の異名を誇った従者の五栄兼賢優に、背負われと共に、夫の元を逃れ、王府、首里にたどり着いた。これにより甘割りの範囲は、王府の知るところとなり、五栄兼賢優率いる王府軍に滅ぼされた。その後、小白井紛りの掃除当職に任じられ、閲来親方として、小白井上手となった。 五役兼県有の妻となった。しかし、1469年に第一直しを滅ぼした、直縁応用率のクーデターの際には、第一直しと近い五役兼県有も責められ最後は、千葉名城の中原にある洞窟に追い込まれ、日攻めの末に殺されたとされている。夫である、五役兼県有の死後、父母を同じくする、弟の三戸洋、大野武洋氏のいたたと山の大川ぐに身を寄せた。 あと、残りの余生を、現在の南城市中山の屋敷で、三戸洋、大野武義と共に過ごし、やがて若いながらに生涯を閉じた。墓所は当初、西七森の大岩に安置されていたが、1962年に、中学校建設のために、陸上競技場東側にある三戸洋、大野武義の末裔、中坂江まばら門中部の側に移され、弟の三戸洋、大野武義と共に安置されている。 ありがとうございます。